北川達也です、ミュージシャンのための英会話、今日は現地の方とのお別れ編というわけで、今日もコージーハウスイングリッシュスクールの吉子先生、よろしくお願いします。さあ吉子先生、ついに現地からまあこう旅立つ、はい、お世話になりましたみたいな挨拶をスタッフさんとか、そういうイベンターの方とかとする時のちょっとまあご挨拶というか、まあ英会話ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあちょっとだから空港みたいな感じですよね。空港で、本当に素晴らしい経験をさせてもらいました、言いたい、ちょっと僕の中のやつだったら、It was wonderful experience for me. あ、very good. おお、very good. やった、調子いい、yes. ね。わ、It was ね、すごいすごい。で、あなたがいたから心強かったよって言って、本当助かりましたわ、これね、僕ちょっと難しいですね。 It was encouraging because of you。 ちょっとなんか勇気が湧いたみたいな、なんか感じになっちゃうんですか。あ、そうかそうか、ちゃうか、そうやね、違います。ね、あなたがいたから心強かったよ、心強かったよって何個かあるんですけど、はい、私一番いいかなと思うのは I couldn't have done any of this without you without、これどういう意味ですか。だから I couldn't have done やからできへんかったと思う、はい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 、any of this って言ったらこれを any of this did、Without って何やねん、なしでっていう意味があるから、はいはい、あなたなしではこのことを成し遂げることができへんかったわみたいな感じですよね、ニュアンス的に。なるほど、I couldn't、私はまずできなかった、あなたなしではってことですね。そうそうそう、 I couldn't have done any of this without you、で、もしほんまにこの何やねんがいたから心強かったよっていう、ここをもうちょっと言いたいとしたら、はい、You have been, you've been, you've been such a source of strength for me。 あ、わからん、むずい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 、これちょっと気に見ていいですかこれ、あ、どうですかこれ、これ You have の時は You've been such a source of strength for me、これは僕は嫌ですね。こっちの方が簡単ですね。そうそう、I couldn't have done any of this。まあ、あともう一個あえて、もう一個言ったら、without you, none of this would have been possible と。ああ、できなかったよって感じだね。None って none ってどういう意味ですか？何もないっていう意味。None of this は would。いや、もう簡単なやつでいきます。しっくりきてなかったから。あ、そうですね。I could とか。中学英語っぽいです、それが一番。でもこれよく使う。あ、ほんま、結構日常っていうか、使ったことはあります、先生。ありますよ、I couldn't have done it without you。じゃあ、これ結構じゃあ使えるっていう。なるほど。じゃあ、もしあなたが日本に来たら連絡をくださいねって言ってます。Please call me when you come to Japan。大丈夫ですか？コールかテクストでもいいし。テクスト、テクストはどういう？メールするってことです。あ、テクスト。なるほどなるほど、そう。テクスト。連絡くださいは、連絡をくださいだけって何て言うんですか？Please contact me。おお、でも、そうか。じゃあこれも Please contact me when you come to Japan。あ、sorry。あ、日本に来たらやね。はい。ごめんなさい。これやったら、あ、でもそうよ。Please contact me when you come to。Japan か、私やったら Please text or call me when you come to Japan。 Please text or か、なるほど、call、電話かメールしてよと。そうそうそう、 Please call、text or call、or call when you come to Japan。 When you come to Japan call me、 call me か、なるほど、 Please text or call me、when you come to Japan、なるほど、OK。まあ、これからなんですよ、また会いたいです、これはもう I want to meet you again、 I want to meet you again。 そうですね、それでもいいし、シャレで言うことしてくださいよ。ビジネスシーンでも、別に友達とでもなんですけど、もう決まり文句で、あ、決まり文句教えてください。 I look forward to see you soon。 なるほど、
楽しみにしてるっていうやつですね。そう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 。Look for to see you. Seeing. Seeing か。過去分詞形なんですよね。うん。あ、違うんですか。Look for to。またこれ言いますけど、これあのやってますからね。中学かなんか。やだ。ね、Look for to ing っていうですね。先生、言い訳させてください。何ですか？英語の授業、マジ。さ、僕、先生やったらね、まあまあ、悪口言うつもりないですけど、うん、その当時の先生と、あんま、なんか良くなくて、うん、僕、英語の授業だけ、ずっと歌の歌詞書いてたんですよ。だから英語の、あんま好きちゃうから、全然。そう、なんか、あんまり。男の先生？女性の先生。なんか、あの、世界丸見えの司会者の楠田絵理子さんにめっちゃそっくりですね。言われるじゃないの。いや、先生だったんですけどね。僕はなんかその、とっつきに、なんかちょっとあんま。合わへんかって、ほんと嫌いとかやらへんかって。なんか、いつもあんた歌詞書いてんな。私もあんまり良くなかったけどね。どうですか？あ、英語の先生。あ、じゃあもう、必要に迫られてからね、旦那さんのお仕事の関係とか、そういう時にやっぱこう、レベルアップしていったり。どうでしょう、なんかでも、あの学校の勉強があんまり好きじゃなかったんでしょうね。会話とかはすごい好き。そうそうそう、外国人の方とか、うん、英会話とか行ってたけど。でもそういうのってか、そっちの方が実践的、それが必要じゃないですか。うん、あんだけ死ぬほど中高、英語勉強して、ほとんどみんな喋れないのって、なんか変ですよねって、僕何、なんかあの、朝まで生テレビ見たこと言ってますけど、なんかね、もっと実践的な、こう、それこそこうやって、どうやってこの時喋るっていう、うん、ほんまに通じる英語っていうのをもうちょっとなんか先生変えてくださいよ、この日本の英語。変えたんですよ。ねえ。ほんま、でも時間の無駄やつよ。ただ点数取るための英語、うん、ね、になっちゃってる。かなってちょっとものすごいまともな意見ですよね。ものすごい。あとはね、僕思うのが、あとは日本人の悪いところなんですけど、うん、完璧になってから喋ろうとしてる僕も含めて、僕それやると多分80歳とかなるんちゃうかなと思って、うん、ある程度その国の言うたらインドもインド式の英語じゃないですか。うん、なんかその国のそのちょっと発音、だから日本のそのダサい英語で僕は通じたらいいと思うんですよ。でどんどん喋ってるうちに磨き上げていったらいい。走りながら改良するってことがね、日本はあんまり得意じゃないんじゃないかなと思って。素晴らしい。思うんですよね。だから僕みたいにこうね、全然、もうね、look for to も知らんような男でも、こう現地で行けるのと。そうでいいんです。ね、でも通じる、このね。私もそうなんでした。でも、そう。何言ってたんやろうって思ってました、最初。なんか、ホームステージでも、うん、みんなカッハーって盛り上がって笑ってはるけど、自分は分からへん。こっから何笑ってんやろうって思いながら、とりあえず笑ってたけど。で大事ですね、そういうのもね。はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとずれてしまいましたけど、達也の教育論のコーナーになっちゃいます。はい、I look forward to seeing you. うん、see you soon. あ、seeing you soon.、うん、I look forward to seeing you soon.、うん、なるほど、なるほど。わかりました。さっき、あの、おっしゃってたみたいに、I want to see you soon. See you again でもいいですし。はい、うん、でも、こっちの方が決まり文句なんですね。これはビジネスシーンでも使えるし、なるほど、カジュアル、普通に言えるし、もっとカジュアルやったら、うん、I wanna miss you みたいなのとかも言えます。ああ、うん、ちょっとでも、恋人っぽいですね。miss you ってなんか。あ、そうか。え、でも言います。男子にも言うんですか、ね、同性でも言うんですか miss you。あ、miss you。言わないでしょ。なんか恋しいみたいなイメージですよね。男はちょっとどうなんでしょう。女の子は言いますよ。うん、女の子同士ですか。うん、あ、そうなの。I already miss you とか別に普通に言ったりもなんか女の子同士とか。なるほどなるほど。メールテキストで言うんですよね。なるほど、了解しました。